トリエステロンキ・デー・レジョナーリ空港は、イタリア北東部のフリウリ・ベネツィア・ジュリア州ロンキ・デー・レジョナーリにある空港である。同州の州都であるトリエステからは北西へ、約30キロメートル離れている。通称のフリウリ・ベネツィア・ジュリア空港のほか、トリエステ空港、ロンキ・デー・レジョナーリ空港とも呼ばれている。当地に、ゆかりのある19世紀の探検家、ピエール・ブラザにちなみ、 2007年にフリウリ・ベネツィア・ジュリア・ピエトロ・サボルニャン・ディブラッツァ空港という通称が定められた。ロンキ・デイ・レジョナーリの地に飛行場ができたのは1935年11月30日のことである。当初はイタリア王国空軍の基地として開設された。空港運営会社であるエローポート・フリエリー、ベネツィア・ジュリア・ SPA は1997年7月に発足した。 株式の51%を地元自治体のコンソーシアムであるコンソルツィオパーエル、エローポートフリーリーベネツィアジュリアが保有し、49%を州が所有する。なお同社は飛行場と周辺地域を結ぶ道路、鉄道交通事業もその目的としており、事業の拡張が計画されている。この空港はスロベニアやクロアチアの旅客の利用も見込んでいる。二千八年には、 約百十万人の旅客を扱った。また、航空貨物の取扱いも増加している。ありがとうございます。